その願書を出しに行きますみたいな、その3日ぐらい前にもう全校生徒集められて、願書の出し方みたいなことを、やんなかった。やった気がする。なんか全員で集まって、うん、ではすごい怖い先生に、お前らの人生がかかってるから、ちゃんとやれよみたいな感じで、ちゃんと丁寧にやる、印象も大事だみたいなこと。薄いドラゴン桜みたいな。薄いドラゴン桜、本当に立つの落とし子梅みたいな。タツのお年子梅みたいな。ドラゴン桜の薄くなると、薄くなるタツのお年子梅に、みたいな感じ。うん、桜と俺梅の方がいい気が。そうなんだ。それで、あ、そうなんだ。その先生が、願書を忘れるやつは、もうありえないけど、たまにいいんだよつって、俺も20年間やってきたけど、一人だけいたみたいな。願書を当日になくしたやつがみたいな。そんなミスだけは絶対にすんなって言ってて、そんなバカいるかよみたいな。もう2つの落とし子梅じゃん。